うと思うから、あと温かいものをね、ぜひその辺の美味しいお店でいっぱい飲み物をもらってきて、温かくして温かくして聞いてください。何卒よろしくお願いします。風邪をひかないで。次は冬の曲をやるので、魔法が解けたなら。魔法が解けたなら会いに来てよ、古いレコードに針を落として二人丸まって黙って過ごそう。たまには揺られて口ずさむのもいいね、懐かしいメロディー
この曲はあの冬の曲だけど、モノンクル的にも本当に大好きな曲で、冬に限らず毎季節やってるんですけど、毎ライブでやってるぐらいやってるんですけど、やっぱりね、あのね、今年はクリスマス当日にライブはないので、今日やった魔法が解けたならが一番心を込めて歌わせていただいたと思う、伝わっていたら嬉しいです。ありがとうございます。次の曲は新曲といっても随分やってるんですけど、異星人という曲です。今日も本当のまま
晩明けたら形が変わる方が普通でしょう。コーヒーも冷めるし細胞は入れ替わる。不安でしょうがないの、バカみたいでごめんね。何度でも繰り返し同じ夢を見てたい。何度でも繰り返し同じ答えにたどり着きたい。目が覚めたドアさ、ちゃんと頑張るから。何度でも繰り返し君で満たさ。